こんにちは。ここは筑豊本線の新飯塚駅です。今ですね、筑豊本線編の JR 乗りつぶしの旅をやっておりますが、しかしこれから先ちょっと一旦その途中で寄り道をしまして、向こうに見えておりますご当地線に乗ります。昔石炭で栄えました飯塚、その中心の駅新飯塚は昔ほどの勢いは多分今はないと思いますが、それでも随分かなり進んだ駅になっていて、駅は綺麗だし、なんとエスカレーターもついています。なかなかね、こういうところに乗っていてエスカレーターにお目にかかることってないですからね。結構設置費用がかかるんですよ。それだけ人口が多くお客さんもたくさんいるということです。ご当地線の運行本数は基本的に1時間1本です。田川、ご当地が終点、そんなにね運行に時間はかかりません。20分ぐらいで終点まで行ってしまう短い路線です。筑豊にはこのような路線が非常に多くあったのですが、現在はほとんどが廃線になり、奇跡的にというか、このご当地線は需要がまあまああるので、1時間に1本の運行するほどの路線でもありますから、とりあえずは残されています。しかし Google で検索すると、ご当地線廃線とかそんな候補が出てくる路線でもあります。国鉄型のキハ40がワンマン運行という春田線と似たような光景です。この新飯塚駅も昔は本当は多分真ん中にもう一本線路があったんでしょうね。そんな形をしています。しかし今ではこの辺りを走る貨物列車など全て廃止されてしまったので、もう3本目の中線という線路も必要がなくなっています。筑豊本線から分岐して今ご当地線に入りました。画面の中央に映っている縦の線442と書いてあるのがご当地線です。上側を走る筑豊本線、下側を走る日田彦山線、その連絡線として使われていたように見えますし、実際確かにそれらを連絡する路線という役割はあるんですけれども、それよりもどちらかというとその途中にある石炭、それから石灰の産地、そこからの貨物の運行、それが本来の路線の目的でした。今後ろに飯塚の街並みを見ています。そしてまた恐るべきことにですね、とりあえずこの周辺だけ書き込んでみたんですけれども、新飯塚の一つお隣、先ほど筑豊本線に乗っていて通過した飯塚駅、その飯塚駅から南方日田彦山線に、このご当地線とほぼ並行して、こちら神山田線という路線が通っていました。またさらにそのすぐ近くを並行して走るご当地線と神山田線、この2本の縦の線を横につなぐ漆尾線という路線もありました。こんなところでね、複雑に路線ネットワークがこの調子でずっと形成されていたわけですよ。それだけこの辺りにはたくさんの石炭が埋まっていて、それを大量に産出し列車で運ぶ必要があったのです。基本的にこの辺りにある駅は、いずれも大体炭鉱から取れた石炭を運搬することと何らかの関係を持っていたと言ってよく、例えばこの上三尾駅にも脇にこんな感じ駐車場、左側にも草原がありますが、もちろんここにも線路が、ほら反対側にもね、ホームがありますけれども、線路がたくさん敷いてありまして、そしてそこから貨物列車が出ていたのです。ただ現在ではもうそもそも石炭の積み出しもなくなりましたし、それから貨物列車自体もトラック輸送がどんどん普及してきたことによって、ついに、貨物輸送がこの辺りで全く行われないということになりましたので、このようなワンマンローカル列車1両が走るだけとなっています。列車の本数を確保する必要もないので、反対側のホームをもはや使わないということになって、線路も剥がしてしまいました。次に停車をする下鴨も今は何もなさそうですけれど、しかし敷地は広大で、昔はものすごい勢いのある駅だったことがよくわかります。この駅からも昔漆尾線という路線が分岐をしておりましたので、その分岐の跡、そして広大な跡地が残っています。昔は蒸気機関車が忙しく煙を吐きながら大量の石炭を運搬した道です。今先ほどからご当地線の全ての駅をご紹介していますが、この筑前庄内駅もまた元々は石炭の積み込みをやっていたところです。あんまりにもね、元々は石炭の積み込みの施設がありましたみたいなことばっかり連続で言うもんですから、多分視聴者の皆さんもね、感覚が麻痺してきて、ああそうなんだ、ふーんぐらいしかもう思わなくなってきていると思うんですけれども、これだけ連続してそういった設備がずっと続いているというのは異常なことです。わかりましたかね、左側のところにね、線路がもう1本ぐらい空いていて、そこにスペースがあったんで、多分そこなどを使ってやっていたのではないかと思うんですが、この小規模な駅、パッと見た限りではわからないようなこういうところであっても、昔は石炭産業の一役を担う重要なところだったのです。さて次の駅は船尾駅ですが、
船場駅だけは現在でもこの筑豊を支える一大産業の目の前に位置する、まあ、現役の貨物輸送は残念ながらしていないんですけれども、筑豊の迫力を感じることができる駅となっています。ご当地線にはもともと2つの目的があって、1つはもちろん筑豊に豊富に眠る石炭を運び出すことでした。そしてもう1つは同じく筑豊に豊富に眠っている、現在もなお掘り出されている石灰を運搬することです。ここには船尾のセメント工場があって、初めて見た時になんだこの車窓はと驚いたものですが、この石灰石を貯めるためのホッパー、そしてその周りの植物が皆白く染まっている、この光景は日本の鉄道路線の景色の中でも群を抜いて素晴らしいもの、もしくは驚くものです。こんな驚く光景なかなか見られないですよ。本当に今まさに目の前で音を立てて石灰を掘り出しています。植物はこんな環境の中でもちゃんと生きていくことができるのかとびっくりします。後で降りてみましょう。おそらく先にこの船尾駅の動画だけ皆さんにはすでにお届けしているはずです。奥に見える石灰を掘り出している光景もかなり衝撃的です。あの辺に住んでいる人は大丈夫なのだろうかと心配になります。さっきおばあさんが一人ネットからおられました。次がこの路線終点の田川ご当地駅です。非常に短い路線でした。まあ車窓もだいたいこんな感じで、ものすごく変わり映えのするものではありませんが、一つ筑豊の名物といえるものがありますので、それは後ほどご紹介します。左側には広大な線路が並んでいます。これなんだっけな、多分ね平成筑豊鉄道だと思うんですけど、昔のご当地機関区かな、ちょっと調べが足りませんでしたが、多分うちのいくつかはかつて国鉄線として営業していて、それがこの地元第三セクター鉄道に移管となった平成筑豊鉄道で、他にもこの先あのように行き止まりとなる廃線などいろいろな種類があると思われます。なんか見る限り乗り換えのお客さんが多いみたいですね。途中船尾で一人乗ってこられた方がいましたが、一方で降りた人は誰もいませんでした。そんなところ、つまり田川ご当地でご当地線のお客さんは全員降りたというわけです。朝の早い時間帯、ご当地線途中駅をすべて通過する快速列車が運行されています。でここから今通ってきた方向を見るわけですが、このように信号機が3つ、糸上り出発信号、これは糸田線というもともと国鉄線だったものが平成筑豊鉄道になった第三セクターのその出発信号、これは何でしょうね、多分ね日田彦山線だと思いますよ、小倉方面に行くやつ、それの各方面の出発信号です。筑豊にはさまざまな路線があったということは皆さんももうお分かりだと思います。しかしそこにあったさまざまな路線がほとんど、まあ、廃線になるか、もしくは第三セクターに移管になるかしまして、その結果現在残されておりますのが平成筑豊鉄道線です。この糸田線にも後ほど私も乗ったことがありません、乗ってみようと思います。北彦山線も私は乗ったことはありますが、しかしこの田川ご当地から北川小倉方面に関しては乗ったことがありません。大変興味があります。本日は乗らない予定です。ローカル線しかやってこない、しかしかなり元気そうに見えますこのご当地駅。奥の方に機動車が少し止めてあります。昔はあそこにご当地機関区というのがあって、蒸気機関車が多数出入りをしていました。現在はディーゼルカーの置き場になっているようです。ここもよく見ればね、線路がここで行き止まりになっていますけれど、この車止めのところももともとは線路が通してあったはずです。それも多分1本じゃなくて2本あったんじゃないかと思いますけどね、1本だったのかな。とりあえずすぐに乗ってきたご当地線で折り返します。ご当地線は全部乗りましたが、船尾の駅はその中では見ておくべき場所だと思うからです。田川ご当地駅に来ていた鉄道路線はかろうじて昔のそのままの姿で全部残っておりまして、そのためにこの大量の線路、それを見ることができるのです。昔は筑豊の至るところでこういった光景を見ることができたはずです。で先ほどご当地駅にはご当地機関区、ディーゼル機関車とか、まあ、蒸気機関車ですね、そういうものを置いている機関区があったというお話をしましたが、まあ、おそらくですねこの船尾の石灰の、輸送がいつまでこの鉄道に寄っていたのかはわからないんですが、まあ、そこからの機関車を持ってきてねここで使うと、まあ、そういうことをやっていたはずです。
ここ自体には機関車の基地はないけれど、まあ、すぐお隣が何たってご当地駅ですからね、現在は田川ご当地駅という呼び名になっています。さあ列車が来ますよ。ワンマン乗車口はどこだろう。前乗り、ここか。ご当地方面の乗車口、来た来た。列車も石灰を上げながら来ました。じゃあ乗車口へ急がないとね。と思ったらね、私ね、過ぎ去るところで見逃してしまったんですけど、今でも船尾駅の専用線の跡ちょっと残っていたようですね。先ほどの、線路の奥にですね、緑の広場みたいなものがありましたけれど、あそこに車両を止めてそこから石灰の輸送したんですよと言いましたが、その少し奥に線路が続いているのが今見えました。見えましたけれど、残念ながらカメラを回すのは間に合いませんでした。それではご当地線の動画はここまでです。終点の田川ご当地駅についてはいずれ日田彦山線でやってきた時にまたご紹介することにします。どうもありがとうございました。